今のところ戦利品はこんなとこかな。よし、ちょっとここでいい雰囲気で休憩してからもう一回回ろう。お悩み相談室の稼働が気になる？大丈夫、今日は一日お休みって書いてあるよ。指揮官、お買い物デートに集中集中。今日はいっぱい楽しんだね。よし、これは後で日記に書き込もっと。うん、これは第1回として、第2回第3回はどんなのがいいか。指揮官、なんかアイデアある？指揮官、今日の服にちょっと感想くれない？あ、綺麗とか可愛いとかは普通すぎるから NG だよ。好感度は少しずつ稼ぐものだから、たかがデートと侮ることなかれってね。指揮官もこれ飲む？あ、ううん、飲んで。さあさあ、そう顔を赤くしなくてもいいから。デートなんだし、街を歩くに決まってるじゃない。うん、次はあっちの店に行こう。もうちょっと休憩したい？ふふ、私が誘ったもんね。じゃあもうちょっとここで休もっか。これ何か狙ってるの？任務が難しいの？私もなんか手伝えることないかチェックしようかな。任務は完了した。でも報酬の受け取りはまだしてないと。はい、早く受け取ってきて。指揮官への手紙よ。大したことじゃなさそうなら私がチェックして返そうか。タピオカミルクティーもう一つ。氷なしで砂糖はハーフで。あ、荷物持ちの指揮官よろしく。委託組の子たちが戻ってきたわよ。はい指揮官、セルフアピールチャンス。んじゃ、指揮官はこのまま目を閉じて。どうしてって？まあまあ、そこは気にせず、騙されたと思って一回私の言う通りにしてよ。多分こっから起きること一生忘れないんだからさ。